まあ、コッポー、うん、コッポー、喧嘩芸コッポー、うん、コッポーの堀部師範について、うん、まあ、堀部師範に総帥が怒ったと、うん、あの子供を騙すんじゃないと、うん、あの一括したという話をちょっと聞いたんですけども、これ総帥本当なんですか？始発かなんかやってたんですよ。あ、はい、そこに猪木さんかなんか行って、はい、ターザン山本、あ、ターザン山本、はい、どん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 スーパースターみたいに、はい、上げすぎちゃった。ああ、そうです。高田県で梶谷先生だって、はい、なんか俺の顔見てビッグ引いてたから、はい、梶谷先生は冗談で、そういうのの顔見てビッグ引いて、ケビをしてるなって言ってた。わざと聞こえるんだ。ああ、まあ、総帥から見て、コッポーの技術ってどうですか？まあ、まやかし、だって本当に強いからオープントーナメント出てきて戦うでしょ。有名な先生が別に強いんじゃなくて、無名な人でもね。はい、チッとした人結構いたから、でも7位行く人はそこで分かると思うんだけどね、この先生はちょっと怪しいなってね。あ、